者ウヌは現在ドラマ素晴らしい世界を通じて視聴者たちに挨拶をしている。最近 MBC ドラマ制作陣はウヌが演じるキャラクターとは大きく異なると言われるウヌの本当の性格を明らかにした。ワンダフルワールドでウヌはとてもミステリアスなキャラクターゴン・ソンユルを演じている。大工話ではソンユルが女性主人公をスヒョン、キム、ナムジュへの復讐を計画していることが明らかになった。ワンダフルワールドで初めて悪役を演じたウヌの演技はすぐに視聴者の注目を集めた。その俳優の危険な演技は前例のない評価からの賞賛を獲得した。ワンダフルワールドとは大きく異なり、制作陣は撮影現場でのウヌの愛らしさがわかる写真をアップロードした。その俳優は変な表情をしながら病を着ていた。ウヌはワンダフルワールドの撮影現場で休憩しながらも子犬のような愛らしい魅力を見せた。1997年生まれの男の行動はスタッフの興奮を大いに刺激した。ワンダフルワールド制作陣によるとウヌは現場で明るい雰囲気を作り出す俳優だという。その姿勢は周りの人を幸せにするだけでなく自分自身も幸せに感じます。一方ワンダフルワールドは最終話が残り4話となった。ドラマが7月中旬から刑事部長1958に切り替わる。